春風涼しでございます。ということで今日はですね、Zoom の F シリーズをですね、どれ選べばいいのというのを、まあ、ちょっと32ビットフロートの基本をですね踏まえつつ解説したいかと思います。ということでドーン、あらドーン、 F シリーズどれ選ぶっていうことでございますけれども、ただいまですね、世の中に出ている、まあ、32ビットフロートっていうのは、まあ、Zoom 社のこの3個プラスもう1個ね、でっかい、F8N プロっていうのとあるんですけれども、4機種ね4つ出てますけれども、それ以外にね他社はタスカムさんの X8 とかね、海外にもいくつか、32ビットフロートは出てますけれども、まあ本格的なっていうかね、ちゃんと使える32ビットフロートは、まあ、タスカムの X とこの、Zoom 社の4製品、まあ、今日は3つしか紹介してないですけどもね。ということで、いろいろ、解説をしていきたいかなというふうに思いますよ。そんでもってまずですね、基本編として32ビットフロートレコーダーっちゃ何ですかという、根本的なお話をしたいと思います。で、32ビットフロートってね、まあ単純に言うとね、音割れさせないための技術というふうに考えていただければいいかな。まあ理屈上はね、いろいろあるんです。今までは24ビットリニアって言って、音の小さい方から大きい方までをある範囲、で、録音しようということなんで、マイクから入ってきた音がでかすぎれば、そのでっかい音に合わせてボリュームをこう、入力ボリュームをね、マイクボリュームを変えて、音割れを防ぐというようなやり方をしていました。なのでね、まあ、この辺ね、レコーディングエンジニア、音楽をやる人たちの考え方と、僕らのようにフィールドレコーディング、まあ、人の声を取ったりっていう、いろんな場所でね、音を取ったりする場合で何が必要かってちょっと違うので、32ビットフロートがいらねえよっていう人もいるんだけれども、まあ僕らのようにカメラと一緒に使ってね、音を取る場合には32ビットフロートは救世主、これによって、急にでかい音が入ってきたりした時の音割れが、回避できるので、これはいい。で、通常ね、音割れ回避の方法はさっきのマイクボリュームを変えるっていうのもあるし、マイクリミッターっていうのがあって、入力してきた音がでかすぎると自動的にボリュームを下げて、音割れを回避するっていうのがあるんだけれども、まあ、最近のねリミッターも性能が上がったので、いつリミッターがかかったか分かんないようになるぐらいまで進化してんだけど、まあ、その代わり、多少不自然な感じにはなります。なので、できればですね、音割れしないように、全部録音したいなと。で、もう一度言うとね、マイクの、持っている、音の小さい方から大きい方まで使える幅が、24ビットフロートの、レコーダーが拾える幅よりも広いんですよ、そもそも広いので、どっかに合わせなきゃいけない。これ露出と一緒ね、カメラの露出と一緒で、カメラも暗い方から明るい方までが非常に多いので、まあログとかハイブリッドログガンマみたいなので、なんとかそれをしようというふうにしてるんだけども、音の世界はね、この32ビットフロートっていうやり方で、マイクの幅よりも広いレベルを持ったレコーダーを使って、マイクからどんなの入ってきてもレコーダーの方はそれよりも広いので全部取っちゃえるよと。で、具体的な音型はですね、音割れしない大きい方の音っていうのと、2番目にね、ここのところの2番目になるんですけども、後の編集で音質劣化がなくレベル調整ができるって書いてありますけども、音割れしないっていう部分だけじゃなくて、小さな音を取ってしまった時に、写真とか動画とかの世界でいうと、黒い暗いところがノイズが出るじゃないですか、低照度ノイズっていうのがね。それと同じで、音もね、小さい方の音にはですね、ノイズが混じりがち、シーって音が混じりがちなのと、それから音の解像度、小さい方の音はビット数が少なくなっちゃうんで、下の方が数ビットしかないので、音がねちょっと悪くなりがちなんですよ、小さい音はね。なので、例えば
最近春風涼しい一生懸命やってるフィールドレコーディングで遠くの方の小さな鳥の声なんていうのが今までの24ビットフロートで撮る、あ、24ビットリニアで撮るとね、小さな音が音質が下がっちゃっていました。ところが32ビットフロートはさっき言ったようにマイクの入力幅よりも広いレンジで撮れてるので小さな音を後でギュッとボリュームを上げても音が劣化せずに使えるっていうような技術です。でその結果ですね、32ビットフロート使うと現場でセッティングが非常に楽です。まあ、ある意味適当にレベル、調整、まあ、レベル調整のあるレコーダーないレコーダーはあるんだけども、まあ、適当にやっといても後でなんとかなっちゃう。ただしね、録音の超基本なんだけどマイクのこの音の、ね、入力端子っていうのは2種類の仕様があって、それがマイクレベルっていうのとラインレベルっていうのがあります。でマイクレベルっていうのはいわゆるマイクをつなぐための入り口の仕様、それとラインレベルっていうのは、会場の、ね、ミキサーから出てきたりとか、まあ、いろんな音響機器から音をもらう場合に、使うレベルなんだけど、それだけはねちょっと合わせてあげないと、音割れしちゃう。Facebook のね、海外の F シリーズの、グループの中でも、ミキサーからもらった音が割れちゃったって言って、これはなんとかできないのかっていう相談があったんだけど、まあミキサー側からの出力が巨大すぎると、入力端子の使用の問題で、もう救えないということは起きます。だから万能じゃないんですけど、マイクをつなぐという意味だけで言えば何のマイクつないだとしても音割れはしない。ただしマイクもねでっかい音の限界があって、マイクも幅があるからマイク自体が拾えないような巨大な音の場合はダメだし、マイク自体もノイズ持ってるんで、マイク自体がシーって言ってるんで、その中に埋もれちゃったような小さな音を救うのは難しいということになります。いずれにしても普通に皆さんがカメラと一緒に人の声を撮ったりする場合には非常に簡単な素晴らしいレコーダーでございます。さて、もう一個ね、具体的に言うと、32ビットフロートが出た時にね、やっぱりレコード屋さんというかレコーディング屋さん、音楽レコーディングとか会場の PA 屋さんたちはこんなの別に音質上がるわけねえじゃんつってバカにしてたんですけども、音質自体はね32ビットフロートと、32ビットリニアと同じ音質なので、32ビットフロートにして音質音色といった方がいいんだけど、音色が良くなったりってことはありません。24ビットと同じ音がレベル調整をしなくてもいいっていうだけの技術です。なので最初にも言ったように音割れしない技術だよと、音割れを回避する技術だよと単純に思っていただければいいんじゃないかなと。それから非常にノイズが少ない C っていうノイズがレコーダー自体ないのでほとんどないので、小さな音もノイズレスで取りやすい。マイク自体のノイズは取れないけどね。で現場ではですね、先ほども言ったようにレベル調整って最初になんとなくやっとけば、なんとなくヘッドホンで聞いて、なんとなくヘッドホン挿して聞いて、あ、聞こえてるねっていうレベルになってれば、もうあとはいじる必要がありません。なので、低ノイズワイドレンジを持った非常に楽なレコーダーなので、まあプロの我々も映画の中ではですね、もうこれによって仕事がもう半分ぐらいに減ったような気がします。そのぐらいいい感じのレコーダーでございますけれども、さてはて、ではですね、今ズームで普通の人が使うであろうこの3機種F8N プロもありますけれども、まあ、それは本当にプロ中のプロが使うレベルなので大きいしね、一応この3機種の違いと選び方について解説していきたいかと思いますけれども、まずね単純に言うとね、これよっこいよっこいよっこいせよっこいせね、このレコーダーがあれ3つございますけれども、大きさはね結構違います。どんどんとこうなって3つ持つの大変やね。三つ横寄せ、まあこのぐらいのサイズ感ですね、違いがあります。
で、まあ、重さもそれなりに全部違いますけれども、音質はね、まあ全部一緒って言っていいと思います。基本的にはね。ただ現実はるかです寿司が現場で使った感じだと、一番最後に出た F3 が一番ノイズが少ないような気はするね。あの C っていう感じっていうのかな、なんか音の明瞭感は非常に、うん、ノイズだけじゃなくて明瞭感もあるような気がする、気がするだけなんだけど、実質的には全部音質は一緒なので、音質で選ぶようなもんではありません。みんな同じようなもんでございます。そんでもってドンと、このまあ3機種ですけども、基本的にはこの入力端子の違いとチャンネル数の違いっていう風に思っていただけるといいかな。 F2BT このちっちゃいやつはいわゆる 3.5 ミリ系の、マイク端子、ファンタム電源付きですけどね、まあ、詳しくは後で言います。あ、ファンタムじゃないね、プラグインパワー付きという、入力になってますけれども、なんか悲しかったな。こっちの、F3、F6 は、こういうようなプロ用の、XLR 端子というのがついています。でドンと、じゃあね1個ずつ解説していきますけれども、じゃあ F2 もしくは F2BT、 あの Bluetooth、仕様のやつねは、まあ、単純に言うとね、超小型レコーダーですよと。で1チャンネルに、1チャンネルステレオで撮れないです。あの1チャンネルの、レコーダーですけども、ポイントはね、録音ボリュームは固定されてます。内部で固定されてるので、ユーザーは何にもしない、ただ入ってきたのをそのまま撮るだけのものです。で、プラグインパワー付きのマイク端子なので、今僕が使ってるようなこういう、まあこれヘッドセットだけど、あれからピンマイクとかね、それから、3.5 ミリの端子で出てくる、まあ、ショットガンマイクなどを、使うことができます。ただしプラグインパワーがね 2.7 ボルトじゃないかな。なのでたまにね、プラグインパワーで、5ボルトとか7ボルトとかっていうものもあります。例えばゼンハイザーのプロ用の無線マイクの、ラベリアマイク、ピンマイクの一部は、7.5 ボルト仕様かな、なので、これには使えないです。なので、ただね、最近はだいたい 2.7 ボルト仕様のマイクが多いので、ちょっと何か他のマイク使うんであればその辺のものを、ちょっと確認して使わなくちゃいけないと思います。で特にね、電源、その、プラグインパワー電源が書いてないマイクが多いんですけども、オーディオテクニカさんとか、まあ、汎用のマイク、いろんなものに使いますよって言ってるものはほぼ使えます。ただ、そういう電源電圧がちょっと足りない、あの高電圧のものを指すとどういう風になるかというと、音は出てんだけどシーって言います。なので、その辺はね、相性はネットとかで調べてこれ使えたっていうのをお買い求めいただく必要があります。まあ、ちなみにこれにはいいラベリアマイクついてます。ピンマイクね。でワイヤレス GO の、ラベリアマイクもこれ使えます。はい。それからですね、電池はですね、単4乾電池が使えます。もちろん、ニッケル水素の電池も、充電電池も使えます。で、だいたい7、8時間ぐらいだったかな。とにかくこれはよく電池が持ちますので、とってもいい。で使い方はね、とっても簡単。ここの、電源をポイって押してもら、つけてもらって、であとはここの、録音ボタンを押して録音開始、まあ、それからですね、F2BT の場合はですね、スマホと連動ができます。これね結構便利で、さまざまな設定がですねスマホからできます。ただ残念なことにね、音は無線で飛んでこないので、例えばマイクがこう服の中に仕込むっていうのが中に入れてあったりした時に、こう絹ずれってこう動いちゃった時バサッと言うとか、なんか変な音がしてるとかっていうのはちょっと
聞こえないのは残念なんですけども、スマホの、ね、F2 コントロールというアプリなんですが、今ね Apple の iPhone 版はまああるんですけど、 Android も出たって言ってるんだけど、俺ちょっと確認してないんで分かんないんだけども、いずれにしても、録音レベル、ちゃんとこうメーターがついてるんで、音がちゃんと来てるかどうかは分かります。で他に、まあ、ファイル名どうするとか、まあ、いろんな設定をスマホアプリからできるので、まあまあぜひBT 版を買った方がいいんじゃないかなと。ちょっと高いけどね、若干ね、というような気がします。それからですね、スマホアプリと排他的なんですけども、タイムコードシンクロっていうのができます。まあ、タイムコードについて後でちょっと解説しますけどもね。でただね、初期設定やフォーマットはパソコンと Bluetooth じゃないや USB 接続しないとできないので、まあ、ちょっとそこはね多少不便です。ただまあ1回設定しちゃうと、まあほぼね、あとはスマホアプリからやればいいのでいいんじゃないかなというふうには思います。これは F2BT の特徴でした。で次ね、 F6 ですけども、 F6 はねまあまあレコーダーとしてはちっちゃいんだよ、小さいし軽いんだよ、なんだけど、まあ、この3機種の中で一番大きいね、なんだけども、まあまあサイズとしては非常にちっちゃくて、まあ、強固にできてます。バンパーっていうかね、落としたとしてもいろんなところが壊れないように、金属のボディがこうね、角角出っ張ってるので、まあ、よくできてます。だからドーンと落としたとしてもまず、まあ、壊れねえだろうなという。で一応ね、ズームの F という、ね、F シリーズという F はフィールドレコーダーの略の F だそうですけども、一応ね地球上のあらゆる場所で確実に録音できるという仕様で作ってるそうです。で具体的に言うと、南極のクソ寒いところから砂漠の砂まみれになったところでも大丈夫。当然防水じゃないんでね、水はダメですよ。まあ、それから寒いところで使ったら急に暖かいところ行くと結露しちゃいますから、中結露したら電気回路なんでね、誤動作したり壊れちゃったりしますから、まあ、それはご勘弁くださいということらしいんですけども、あとバッテリーもね、バッテリーもクソ寒いところだとバッテリー動かなくなっちゃうからそれは無理なんだけど、機械としてはクソ寒いところから暑いところまで、地球上のあらゆるところで撮るという仕様で設計されているということでございます。でこの F6 はですね、まあもう今ね映画の録音部、まあ古い方はね機材変えてない人もいるけども、大抵もう若い人、40代よりも若いような人たちは大体もうこの F6 使ってる人が多いですね。非常に信頼性もあるし、使いやすいレコーダーで、まあまあ24ビットリニアと32ビットフロートの両方を使えるし、出力っていうかファイル形式も両方を同時に記録できたりもします。でここにボリュームノブがついてるんでね、それでリアルタイムに撮影中にギュン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 変えながら最適化、音の最適化もできる。まあ、24ビットリニアの時はね、32ビットフロートはまあ大体ピッてつけたらそれでそのまんまなんだけれども、だからこのノブがですね、各チャンネル、まあ、トラックと言ってもいいんだけどものオンオフもこうカッチンカッチンって言ってでしょ、カッチンカッチンってね、ね、オンオフにもできるので、メニューの中触っていかなくても今使ってるチャンネルだけをオンにしたりオフにしたりっていうことができます。これもねやっぱりプロ仕様としては必要なことでございます。非常に楽ちんね。だからリニアで撮ってる時は複数のチャンネルを同時に動かしたりするんですよ。複数の人が喋ってて声の大きさを、小さい声の人と大きな声の人の音の差を減らすためにぐんぐんぐん使っていくんでね、まあそんなような仕様もこのノブによってできます。で外部フェーダー、こんなでっかいのがあるんだけど、こうやってギュギュギュってミキサー用のタックみたいなやつね、それも使えます。だからまあプロはねこれだけでぶら下げて撮ることもあるけど、外部フェーダー使ってコントロールすることも多いです。そちらがまあ楽なんでねっていうことができます。そして先ほども出てきましたけれども、タイムコードシンクロができます。ただしね別売の BTA1 っていう4000ぐらいの Bluetooth の専用ユニット、汎用の USB 接続じゃないんです。専用のBTA1 っていうのを作ります。BTA1 ってね、こんなのです。こんなのね、
BTA1 はですね、後で紹介しますけど、 F3 でも使えるし、 F6 でも使えるし、それから、H3VR って立体マイクにも使えます。なので、まあ、1個持ってるとZoom の他のレコーダーでも使えるんでね、まあ、僕の場合同時に使うんで、2個持っていくかな、F3 と F6 両方に挿してますからね、ということになります。で、次にですね、 F3 っていうのはじゃあ新しく出ました、なかなか今出荷が世界中のデバイス不足でですね、出荷が滞っちゃってほとんど手に入らないんで紹介するのもちょっと切ないんだけれども、今我々プロの世界でもこれはですね、もう大ヒット商品で、とにかくですね、とにかく手に入れたいと言って、まあ出先に手に入れた人はもうニコニコ笑って使ってますけれども、でこいつはですね、まあサイズ見てもお分かりなんですけど、いただけると思うんですけども、かなりまあサイズ差があるんですけども、この XLR 端子がついてて、それからファンタムが使えるんですけども、まあ、ファンタムっていうのはプロ用マイクの電源仕様ですね、が使える、このプロ仕様の入力があるレコーダーとしては世界最小ですね、で 32bit フロートで撮れます。で今そこのが上にもね、この出てますけども、なんとレベルメーターが波形表示と、まあ、これはね、春風涼しが前に F6 の取材にですね、 Zoom に突っ込んでってね、開発者のね、工藤さんっていう方とね、まあいろいろあらこだあらこだって言ってる中でね、俺たちが欲しいのはこうピッピッピッって動くメーターじゃなくて、波形が出てほしいよと、波形出た方がレベル調整簡単だからさっていう話をしたら、入れてくれたね。まあ俺が提案したから入れたかどうかまず定かではないんだけど、俺は勝手に俺が言ったから入ったと思ってるんですけども、それによってですね、レベルの不足とか大きすぎるって、まあ、大きすぎても割れるわけじゃないんだけども、要するに取っ手出しができる、さっきのね F2 はですね、取っ手出しができないんですよ。付属のマイクに最適化されてるんで、付属のマイクで取った時は取っ手出しができるんですけど、他のマイクの場合はマイク出力レベルが違うので、まあ、通常のマイク入れるとすごくちっちゃな音になっちゃうと思います。なんだけど、こいつはこの波形を調整ができるんですけど、ここパチパチパチってこう何個か押すだけでいいんだけど、非常に簡単なんですが、これ押すと、波形の大きさがキュッキュッキュッってここ変わって、で大体ね天井につくぐらい、これ今ここに出てる画像だとちょっとちっちゃすぎ、もうのりのように真っ黒になるぐらいの感じにしておくと、取っ手出しでそのまんま YouTube とか使えるんで、とっても便利でございます。まあ、そういうような画期的な表示がついたレコーダーなんですけれども、まあ後でね3つのうちどれ使えばいいのっていう話はするんだけれども、まあおおよそですね、これはですね、もうフィールドレコーディング、まあ、アンビエントレコーディング、外のね、いろんな音を取ったりするときに、このサイズでプロ用のマイクが使えるっていうのは、まあ、超ハッピー。ちょっと春風涼しい、ここに超ロングなゼンハイザーの816ってマイクを使って、62センチぐらいだったかな、54センチだったかな、もうあるマイクなんだけど、こういうのを使うときに、まあ、ここのところにですね、ペロってこう何ゴムみたいなので縛っちゃえば、マイクだけで録音できるみたいな感じなんですよ。それから最近、まあ、他の動画でもいろいろ解説してますけれども、アンビエント録音、アンビエステレオペアマイク、これもね、Zoom さんが、ZPC-1 という素晴らしいマイクをね、2万円ですけれども出してくださったんで、それを使うとですね、これとそいつをこう組み合わせるだけですげえ、もうプロの、ステレオ録音がすげえ、もう手のひらサイズと言ってもいいぐらい、片手で操作できるぐらいのサイズになっちゃって、今まではまあこのぐらいの大きいものか、もっとでっかいレコーダーを肩から下げてマイクを持ってみたいなことやってたんだけど、まあこのサイズだったらですね、まあどこでも撮れる、カバンの中入れっぱなしでもいいしっていうことで、まあこの場合はもうとにかく大きさが特徴です。他にはないでござるね。で
あの F6 の時と一緒でやっぱりバンパーが外へ出てるので、こう落としたとしてもまず壊れないんじゃねえかなという非常に素晴らしい仕様になっています。で電池はね炭酸電池で動きますね。これもいいこと。さっきの F6 もね、 F6 も炭酸で動きます。 F2 だけが炭4。でも電池一番持つのはあれかな、 BT かな。はい。でズームのこの3兄弟プラス1、あの、F8N プロの、4機種はですね、タイムコードシンクロができるのが特徴です。この F2BT みたいなこんなちっちゃいやつまでタイムコードシンクロできるんだから、まあまあまあありがたい。ただしこいつら単体ではですねタイムコードシンクロができなくてですね、このタイムコードシステムズ社のですねウルトラシンクブルーっていうですね、あのユニット、これまあ3万円ぐらいだっけね、あのこれが必要です。まあこれじゃなければ、アトモス社の、忍者5っていうレコーダー付きモニター、プロ用モニター、まあ、これもそれだけでモニターだけで8万円に、さらにそこにアトム X シンクっていう、まあ、Bluetooth 接続のシンクロユニットを買い足して、それが1万いくらあったね、1万7、8000を、要するに10万円コースのアトモスの忍者5があれば、タイムコードシンクロができます。でタイムコードシンクロって何よということなんですけども、あの複数のですねレコーダーやカメラをタイムコードっていう、まあ、あのピタッと位置を合わせるための信号を、まあ、実際には時計なんだけどね、あの時計を同期させて後で編集の時に合わせるのが簡単になる仕組みのことを言います。でプロの世界ではねもう何十年も前からタイムコードシンクロっていうのはやっていて、特にテレビの世界はね。で普通は、まあ、あのケーブルを挿してカメラの台数分レコーダーの台数分だけずっとケーブルをずっと数珠つなぎにしていって、あの全部の時計を一致させて、で編集の時にピタッと簡単に合わせられるよっていうのを、まあ、プロの世界ではよくやってたんですけども、なかなかねアマチュアの世界とか映画の世界ではタイムコードシンクロってなかなかねあの導入しにくい、あのケーブルも多いし機材が多くなっちゃうから。なんだけどこの、ズーム社の場合はさっきの、こいつを1個用意すると、まあ、例えば、F6 と F3 を一緒に使ってて、まあ、別々に運用しててもさっきの、青いやつね、これこいつがあれば全部一致しちゃうので、編集の時タイムライン上に簡単にピタッとこう合わせることができるんですな。ただね、それをやるためには、特殊な、編集アプリみたいなもので同期させなきゃいけなかったりもするんだけど、まあ、最近編集アプリの方が対応しているので、まあ、特にブラックマジックデザイン社の、ダヴィンチリゾルブなんかはまあまあ、ね、編集アプリの上で簡単にピュッと合わせることができちゃうし、最近あれかな、ファイナルカットとかプレミアも対応してんじゃねえかな、ちょっとごめん、最近見てないんでわかんないんだけども、まあ簡単につなぐことができます。マルチカメラとかマルチレコーダーでやるときにはね。ただしカメラ側がこのシステムに対応してないので、別途ウルトラシンク1ってまた5万円ぐらいするんだけど、これと同じサイズのカメラにつなぐユニットも持ってなきゃいけないから、まあめんどくせえはめんどくせえんだけど、まあ、春風涼しい、じゃあ具体的にどう使っていくかっていうと、カメラはちょっと別にして、例えばこれとこいつを、例えばこれ今春風涼しい2つ持ってるんで、こいつで、全体撮りながら、セリフはこれで中仕込んどいて撮っちゃう、で音を合わせるときは、タイムコードでピコッと合わせちゃうみたいなことやって、音だけは全部一致しちゃってるよっていう形で、でカメラ側だけオートピットはうまく合わせるよとかっていうことを、まあやったりします。なのでまああれば便利でもなくてもできる。映画みたいに何千カットっていうファイル数がさ何千なんてなるときはタイムコードシンクロしてた方が手間がかからない。ファイル探すだけで1000個の中から1個見つけるのは大変なことだから、そういう時には使えるので、まあちょっと特殊仕様だね。普通はまあなくても全然大丈夫でございます。でもう一個ね、これに関連してこれで撮った音をカメラに入れたらどうなのよと、
カメラのマイク端子にこれの出力をつないで入れたらどうなのよっていう問題があるんですけども、カメラ側で32ビットフロートっていうのはないので、これで撮った音をカメラに入れるのは音を劣化させるだけのことでなので、まあ、やるのは無駄、なので基本的にセパレートって言いますけども、カメラはカメラで音取ってて、こいつはこいつで音取ってて、後で音でピッて合わせるっていうことが必要になっちゃいますね、この辺のレコーダー使ったらね、ということなんで、その結局別々で撮るから、さっきみたいにタイムコード使えばより手間がかからないよっていうことになります。ということでね、じゃあまあまあ最終的にですよ、F シリーズどれを買ったらいいんですかっていう風なご質問がよく、まあ私のこの YouTube にもね、ご質問されますけれども、基本的にはね、ゆくゆくいろんなことをやりたくなるですね、音の世界もね非常に深いので、最近はバイクや車の排気音どう取ったらいいんですかっていう質問が多いんですけども、難しいね、車の音とかバイクの音はね、要はバイクも車も動いてから、動いてその振動もある中でマイクセッティングしなきゃいけないし、風が吹いてくるからそのマイクどこに設置するのとか、やっぱり止まってるときと走ってるときではですね、音の大きさが全然違うから、もう基本的には32ビットフロートで撮らないとちょっと無理だね、バイクも車もね。じゃあ32ビットフロートで撮る場合に、この3機種の中でどれを選ぶべきですかってなると、まあ音質のことを考えると、その排気音でブー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 ってすげえハーレーじゃないけどさ、ものすごい低い音から高速回転してる時の音みたいなものまで全部撮ろうと思うと、やっぱりプロ用のマイクを使わないと最高の音にはなっていかない。特に低音の方は難しいですね。低音用の、まあ、ドラム用のマイクなんてなんですけども、そういうのを使っていかないとちょっと音が取れないので、そうするとね、 F2BT だとちょっと難しいですね。この端子がね、プロ用マイク仕様になってないので、やや不利、完全に不利とは言わないんですけどもね、例えば低音用のマイクっていうのはダイナミックマイクって電源のいらないマイクだから、それは使えるんですよ。だけどコンデンサーマイク使うと思うと、ファンタム電源仕様のもんじゃないと使えないので、まあ若干不利ですね。なのでこれはね、本当に俺なんかもただいつもカバンの中入ってて、何かあったらちょっと撮りますって時に使ってます。なので常用の、もう持ってても持ってなくても気にならないような、だからここにちっちゃいこういうマイクをつけてて、このままこうやって相手に向けてインタビューとかっていうこともします。そのぐらい、まあいつでも持ってれば安心っていうんで、最近は買えるようになったんで、これまあ2万5000円ぐらいかな、ちょっとプレミア価格もついてたりするね、アマゾンだとね。なのでこれが1台持ってれば、不意に録音しなきゃいけなくなった時に使えるのでとってもいい。それからまあ演技なんかやって役者のね体の中仕込む場合はピンマイク使わなきゃいけないから、まあまあこれあったら便利っていうことです。そうなると普通の人がまあいろんな録音をねしようと思うと、この F6 か F3 かどっちかを買うってことになるわけだけども、まあ普通の人がですね録音しようかと思うとですね、まあこの F6 か F3 かっていう話になるんだけれども、将来性を考えるっていうかね、レコーディングの、いろんな幅を広げるためにはチャンネル数的には6チャンネルあった方がいいです。で、映画の撮影とかテレビの撮影も6チャンネルあればほぼどんな場面でもまあ大丈夫です。で、たまにスタジオ収録で、まあ、タレントさんがいっぱいいるときには最大俺でも12チャンネルとかってこともあったけどもね、まあ、8チャンネル の F8N Pro を使った方がいいんだけど、まあ、それは特殊だよね、本当に特殊になっちゃうので、通常のものであれば、まあ、4人ぐらいまでの対談っていうのが、まあ、せいぜいで、それ以上になるともう大変音が混じってっちゃうから難しいやつだよね。本当にプロだ、そう、もう4人以上になったらプロの録音呼んだ方がいいですよ難しいから、まあ、なので普通は要するにカメラマンが使う
という意味でレコーダー選ぶんであれば F6 にしておけばいろんなことができます。例えば、ね、あのこの YouTube チャンネルでもね、春風筋の YouTube チャンネルでもよくやってるフィールドレコーディングもこれで全然できます。あのこの2チャンネルどれかを使ってステレオにしてやればいい。でさらにね、アンビエントステレオマイクで撮ってて、そこにさらにマイク1本足して1個だけ集中して音を入れるとか、ナレーションだけそこに入れるとかっていろんなことができるので、将来的なことを考えるとこの F6 を最初に買った方が勉強になるし、いろんなことできます。ただし操作結構めんどくさいです。ノブがあるからその分だけいろいろめんどくさい。これもまあスマホアプリがあるんで、スマホアプリから調整した方がいいですな、まあという気がします。でも価格的にはこっちの方が安くてちっちゃくていつも持って歩けるから、あの通常のカメラで音を取るぐらいの感覚であれば、要するに今までもカメラマイクでいろんなの撮ってましたよっていう収録でやってる人たちではこれが神ですよ。これがあればもう何でもできるというか、あのプロ用のマイクが選べるので、アンビエント録音から通常の録音までまあまあできちゃいますね。でチャンネル数増えたらどうなんのって言ったら、ここの前にミキサーもう1個1万円ぐらいのミキサーをつければいいんだけど、4ちゃんとか6ちゃんとか8ちゃんとか安いからね今ね。ただしそうなると24ビットリニアと同じ仕様になっちゃうから、ちょっと厳しく、音としては厳しくなっちゃうけども、まあこれ1個あるといろんな、まあ要するにね、屋外でばっかり撮ってる人、山行くとかバイク乗るとかね、そういう人たちにとってはこれが非常に小さいし、あの機動性があっていいね、乾電池2個で動くしね、いいと思います。でタスカム社の X8 もありますね。まあ、X8 は僕はね使ってないから分かんないけど、あれは内蔵マイクがついてるんで、まあ、あれ1台で音が取れちゃうっていうメリットもあるんですよね。ただちょっと大きいし重たいから俺的にはちょっと出番が少なそうな気がするんだけども、簡単にレコーディングするとかっていう場合はあっちの方がいいかな、うん、っていう気もします。買えるしね、これ買えないからね今ね、どれだけいいよと訴えたところで買えないんで、とりあえず予約しとけばいいんじゃねえかみたいな気はするけれども、まあそんなような感じです。だから正直に言うと、いろんなこと将来的にも音で楽しみたいと思うならこれ F6 だけど、実際に一番出番が、春風涼しいが一番出番が多いのは F3。 もう F3 があればどんな現場でも大抵 OK、 これは非常に幸せです。ただしね、電池がね大体2時間半ぐらいしか持たないです。で今春風涼しが使ってる電池はですね、通常はまあ、アルカリ乾電池使うんですけどもね、このリチウム充電池、この Bluetooth で、Bluetooth じゃねえや、 USB-C でここ充電するんだけど、この電池最近使い始めました。でいつ止まっか分かんねえんだけど、この間もじゃどれだけ動くんだろうってやったら2時間40分でピタンって止まったっていうか、まあ録音しっぱなしで寝ちゃったんだけど、そうすると2時間40分ぐらいのところで、レコーダーがシャットダウンしますけども、ファイルはなくならずにちゃんと最後まで保存されてました。なので今の、やつ使うと大体連続録音だよ、録音時が一番電気食うんでね、2時間半というふうに思えばいいんじゃないかな。まあということでね、この3つの製品ですけれども、まあどれもいいよね。まあ春風涼し全部持ってるってことは全部便利だってことなんですよ。なんで最初に買う1台はね、まあこっちかこっちかどっちかになると思うんですけども、ひとまずはねこれとステレオペアマイク、ベリンガの C2 って安いのもありますけど、あれでもいいですし、を使ってみるとね、録音が楽しくなるから、こんなに録音が面白くて音を良くすると、カメラの方の絵が面白くなくてもいいんだってことが分かりますね。音がどれだけ大切かっていうのがよく分かりますんで、これを一つ、まあ、変えたらなんですけど買っていただければ、まあ皆様の映像ライフが全然変わっちゃうと思います。変える現実路線としては F6 です。 F6 はとっても便利、もう超プロフェッショナル機械なんでね、
まあ、これもおすすめです。まあ、なんといってもね、この後ろにね、これが使えるんだよ。あのカメラ用のソニーのカメラ用の電池がですね、こうバーンってつくわけですよ。こうするとね、30時間以上は楽に、50時間ぐらいもあるんじゃねえかな、これ。だから映画なんてさ、あの朝から晩まで十数時間仕事してるんだけど、つけっぱなしで電池がなくならないんだよね。素晴らしいです。あの2日間ぐらい充電しなくても全然大丈夫。あのということなんで、電池を気にせずバンバン撮るっていう、まあ、プロ仕様ですね。だから自主制作の映画やってる人たちは、まあ、これを買うべきです。ただちょっと重たいからね、ここにねカメラを載せるための、部品もですね初めからついてるんで、あのそれ使っていただいて、三脚とカメラの間にこう置いて、あのレコーディングするのがいいんじゃないかな。ということで、春風涼しの、ズーム製品選び方でございました。じゃあね、いいね、いいね、いいね押して登録して、じゃあねー。